食べることは生きていく上で大切なことであり、そして大切な時間でもあります。料理を作ること、食べることは楽しみを見つけることでもあります。今日も美味しい料理に出会えて、生きていてよかったと感じます。しかし、この楽しい経験を一人だけでなく、みんなと共有したいと思いませんか？料理を楽しくする工夫は、それを可能にします。例えば、美味しい料理を作ったら、写真を撮って SNS でシェアすることができます。また、家族や友人を招待して一緒に食事を楽しむことも手軽な方法です。さらには、自分の得意料理を教えてもらうために料理教室に参加するというのもいいでしょう。料理を楽しくする工夫は、食事をただの摂取行為から、楽しいひとときに変えてくれます。美味しい料理を作ることや食べることは、生きる喜びを感じるための一つの方法です。だからこそ、その喜びを他の人たちと共有することで、さらに豊かな体験となるのです。重さ的には多分、こうやって変わらんのよ。ああ、そうかそうかそうか。今年もオクラがたくさん収穫できました。これは丸オクラ。オクラのガクを切り除いて板ずりをして下処理をします。皆さんお久しぶりです。7ヶ月ぶりの更新、マイペースに畑もやっています。オクラを茹でる時間は1分ぐらい、ちょっと早いかなっていうぐらいで、お湯から上げておくと余熱で程よく柔らかくなります。茹ですぎると柔らかくなっちゃって、ぬめぬめ感が強くなるんだけど、今回はサラダにするから、茹ですぎちゃってもぶっちゃけ大丈夫。1分ぐらいだとちょうどシャキシャキでした。氷水や冷水に、つけてもいいけど、私は割と、水につけずにそのまま使います。栽培してた枝豆を使いたかったんだけど、とてもとても数が足りなかったから、冷凍の枝豆を使っています。今年初めて枝豆を育てました。これはね、家庭菜園の方で苗から育てたんだけど、苗を植えたのが4月21日、そこから成長して初めて実を収穫したのが6月8日。結構早くに実入りしたかなーっていう感じです。でもね、花が咲いてから水を切らしてしまった時期があって、その後なかなか実が育たなくなっちゃった。合計で16房、その収穫にとどまったのでした。反省。
Thank you.